皆さんこんばんは、原めごです。11月11日、水曜日ですね。今日は、4K 激安スーパー、ビッグエクストラに買い物に行ってきました。原ぺこはですね、名古屋在住なんですけれども、今日行ったのは、原ぺこがね、よく釣りにね、行く木曽川方面、行く名古屋からね、西の方にずっと三重方面走っていくとね、あるんですけど、やとみ市というところに、やとみ店、ビッグエクストラやとみ店という、店舗にちょっと立ち寄りましてね、ここもね、あのね、全品57円のね、すさまじいね、セールを告知なしでやることがあって、たまたまね、前回前から桑名の方行ったんですけどね、そっち方面行ったら見つけたんですけども、このね、後ろにある商品ね、全部1点あたり57円、税別で。これちょっとどかしましょうかね。めちゃくちゃ安かったですけど、あのね、告知もされないしね、チラシも打たれないんでね、しかも平日のセールでも何でもない時に、なんか突如としてね、なんか現品処分みたいな形で、通常店にはね、置いてない、並んでないような商品が、皆さん商品見ていきましょうかね。今日買った商品、これ全部いいですか、全部、57円です。目玉の商品からいっていきましょうかね。僕ね、あのね、まずはね、皆さん、クレイジーソルトっていうシリーズ、人気のね、調味料。あの、原ぺこはね、温野菜をね、よく食べるんですけど、かぼちゃとナスが大好きでね、あの、もうね、本当にね、これはね、ちょっとクレイジーソルト、でも種類が違う、なんか岩塩だけのタイプなんですけど、クレイジー岩塩。まあ多分本物と思うんですけどね。あのクレイジーソルトのシリーズだと思うんですけどね。こっちもハーブの方。クレイジー。なんだろう、なんていう商品。わ、全部英語、ガチの英語じゃん。ああ、あったあったあった。腹ペコにも優しいですね。クレイジーソルト、やっぱりそうですね。ハーブとスパイスミックスのタイプ、こちらは。あ、これ開けたら冷蔵しなかんの？なんで？葉っぱが入っとるでか。へぇ。これが1本57円ですよ。これね、いや、500円ぐらいすると思いますよ。なぜかこれが57円だったんで、もう取り合いですよ、本当に。もうね、棚の前がすごい人だかりでね、で、主婦の方たちとね、奪い合いまではいかないですけど、スススッとね、隙間をね、見つけてはね、スッとね、2個ずつ取ってね。はい。でね、次にね、安っと思ってね、まとめ買いしたのがこちら。これね、皆さん、オリーブオイル。250ml なんで、そんなにでかくないです。腹ペコね、男性の手で持って、こんなもん。17センチぐらいかな。250ml のオリーブオイルが57円。ただね、メーカーとかね、あんまこだわってないんで、味はわかんないですよ。美味しいのか美味しくないのかちょっとわかんないですけど、オリーブオイルとこれね。続きましてですね、安そうだなと思ったのがね、これですね、和風醤油ドレッシング、黒ニンニクレストラン、三重県産ニンニク塩和風醤油ドレッシング、柚子風味、なんかいろいろ入っとるな。美味しそうだな、なんか沈殿物がね、美味しそうだな。保存料、化学調味料、合成着色料、不使用、一切不使用。あ、すごいじゃん。体にいいですね。添加剤なし。これが57円。
190ml の添加剤がね一切入ってないドレッシングが50。あとはね、味噌はねもう絶対使うのでね、赤だし伊勢味噌、これも57円。ただ量がちょっと少ないかな、片手で持てる大きさなんでね。何グラムだ、このお味噌、あ、500g だって。大豆はでもアメリカ産、まあまあ何産でもいいですけどね。伊勢って使うとなんかちょっと高級感増す感じがするのは腹ペコだけでしょうかね。伊勢、伊勢海老の伊勢。まあ余談でした。あとはね、冬場は僕ねキムチ鍋するのでね、鍋で使えそうなって、辛みを出すね、なんか本格的キムチよって書いてあるんでね、韓国のじゃないですかね、多分韓国料理にしたらガチの韓国のやつだったらね、韓国と思いきや原産国中国、というね、まあオチがあったわけなんですけど、まあまあいずれにしてもね、これはグラムを見とかながらね、 100g の唐辛子が57円というね、もう味噌とね唐辛子でね、もうキムチ鍋のねベースができちゃいます。で、出汁もね、どれにしようかなと思ったんですけど、まあうどんとか最近よく食べるんでね、寒くなってきたんで、これです。秋元のサバイワシ天然の味、節、かつお節、削り節っていうのか、これな、混合削り節 100g、 こんな大きなのがね、まあ57円でね、安いんじゃないですか。これ削り節とかかつお節僕あんま買わないですけど、あ、期限めっちゃ持つわ、1年持つ。うどんの動画も最後ね、僕が作ってるうどん、キムチうどん動画載せますのでね、皆さんお楽しみに。動画の最後ね、紹介全部やった。で、これもとにかく安いので2つずつ買ってね、1個は自分用、もう1個は、ギフトとしてね、親しい人とかお世話になってる方にまあ配るためね。こんなにオリーブオイルもね使いませんからね、さすがにね。そう、というところでね、あとこれね、ほうじ茶、これ冬はねホットでね飲んで美味しそうだなと。この前ね、その前から桑名行った時に唐辛子梅昆布茶買いましたけどね、冬場はねホットの緑茶とかね結構飲むんですよ、温まるんで。コーヒーも好きですけどね、お茶も好きなんですよね、美味しそうじゃないですかこれ。有機ほうじ茶15袋入りだって 2g だから 30g か、これ57円。まあまあ買ったら、普通に買ったら2、300円するじゃないですかこれ、パッケージ的に。国産ですってこれね、これと最後はですね、金ちゃんぶっかけ明太クリームピリ辛うどん、美味しそうだなと思って、これもこれが57円、まあまあそんなにおっとは思わないんですけど、急にお腹空いた時夜中とかパッと食べれるんでね、はい、というところでね、イオン系の激安スーパービッグエクストラ、またね激安スーパー見つけたらね、安い食材見つけたらね買い出し行ってね特集しますのでね、皆さんねぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。普段はアマガエルの飼育動画やっておりますよね。はい、イオン系激安スーパービッグエクストラ全品処分とか57円税別、商品爆買いした腹ペコでございました。皆様ご視聴ありがとうございました。